中華民国国民政府主席汪精衛氏は、新政府樹立以来我が長野から寄せられた好意に応えるとともに、日華両国の友好関係をより一層深めるため、6月13日板垣志那派遣軍総参謀長をはじめ、日華軍官民多数の盛大な見送りの中を、徐外交部長、林宣伝部長、州財政部長らを従え、飛行機で南京を出発、上海へ向かいました。上海へ到着した汪精衛氏は、堀之内総領事、太田公安院長官以下軍官民の出迎えを受け、直ちに上海馬頭に横付けされた郵船八幡丸へ向かいました。島田支那方面艦隊司令長官は、八幡丸に汪精衛氏を訪問、親しく感想の挨拶を述べ、杯を挙げて汪氏の健康を祈りました。各定14日午前11時、党は新秩序建設への使命も重く、汪精衛氏を乗せた八幡丸は静かに的を離れ、浅間屋の中を一路日本へと向かいました。